台湾の政党一覧では、中華民国内政部に政党として登記されている、中華民国の政党を列挙する。中華民国における政党の定義は、人民団体法の規定を満たした政治団体とされている。中華民国において、政党の存在を管理、監督する行政機関は内政部であり、内政部の民政士が広報する政党名冊に政党として登記されている。 団体のみが合法的な政党である。人民団体法44条では政治団体について、45条では政党について以下のように定義している。1989年の交付当初、人民団体法は第2条及び第53条で共産主義に基づく団体、並びに国土分裂につながる主張をする団体の存続、活動を禁じていた。 しかし2008年6月、司法院の大法官会議は、同法第2条及び第53条が中華民国憲法の規定を侵害しており、これらの存在は憲法違反であると判断した。それに基づき、立法院は法改正を行い、2011年6月交付の現行法からは、該当条文が削除されている。内政部民政治は、 政党及び全国性政治団体主人網で政党明察を公開している。2018年2月末時点で政党明察には337の政党が登録されているが、この中にはすでに解散した政党も含まれているので注意が必要である。下記の表は政党明察が公表する登録番号順に政党を掲載している。 人民団体法が交付された1989年の年末までに登録された政党数は40である。日本統治時代。ありがとうございます。